はい、先ほどまで古川アナウンサーがやってましたけど、はい、お前誰やねんっていうのが出てきましたけど一応記者をやっております小城と申します。よろしくお願いします。山本です。よろしくお願いします。で、まあ、あの本編の方は、うん、番組で、うん、流しましたし、なるほど、多分 YouTube の方にも上がっております。ここはですね、うん、ちょっとまああのこぼれと言いますか、こぼれと話と言いますかこぼれ、はい、もうさっきのやつって、はい、変な話、うん、まあトッピングもテレビ的に映えるように用意し、うん、はい、見場も良くしたじゃないですか。確かに。だけど、うん、正直言うと僕とかは、うん、もうこれ札幌一番ここありますけど、はい、これこれ入れて、はい、もうここに粉も入れて、鍋のまま食べるぐらいの、なるほど、そういう学生生活をやってたんで、うん、僕も一緒ですそのぐらいのこう低レベルでも低レベル調理テクでも、はい、ちょっと美味しくならんかいなっていうことをやりたいなと思って。もうそれこそもうほんのちょい足しで、いや、そうですね、もうそれはもちろん包丁なんかもちろん、あ、もうやれることは、はい、お湯を作るぐらいです。お湯を作るできることはハードル高いな。もう他の食材を調理とかもう無理無理って感じ。もう一切なしで、一切なしで、もうなるほど。それでいてなんかこうこういう袋麺でね、うん、ちょっと足して美味しいってなったら、うん、人に言えるじゃないですかこう、まあね、あれ入れたみたいな、まあね、あれ入れた美味しいらしいでみたいな。あ、確かにね。そんなことをね、はい、生きてやりたいんですよ。生きてやりたいですね生きるんか。生きてやりたいんですよ。なるほど、はい。そしたらね、まあ、今日これ、はい、塩ラーメン、はい、塩ラーメンだとね、ありましたありました、それ、はあ、これ昆布茶、昆布茶、これがね美味しいんですよ。いや、ちょっと待って、美味しいのは分かるんですよ。昆布茶が美味しいじゃないですか、そもそも、うん、ってことは、うん、ちょっと味こうなりません？違うんです。ほんのちょっと、もう一つまみ程度入れるだけで劇的にうまくなるんですよ。いや、劇的は嘘でしょ。いや、あのね、僕の研究データだと5倍から10倍美味しくなる。それは言い過ぎだね。いやいや、本当に。これはどのタイミングで入れるんですか？これはね、作ってもう出来上がったところに入れてもらうだけ。ほんならさっきにまず作って出来上がりって食べますね、はいはい、ほんでその後にちょっと入れてみてってことに。あ、なるほど。比較してみましょうか。うん、そうですね、はい、やってみましょうか。まず普通にね作りますんでね。これはね500のお湯です。500、はい、はい、これしっかりとやっぱ沸かしていただきたいですね。札幌一番っていうとね、昔からね CM がね、はい、やっぱり白菜、椎茸、人参、季節のお野菜いかがですですね。もう世代ですね、本当に、はい、これが有名な CM なんですけども、やっぱりね、ちょっとこうお野菜とかも含めて、いろいろ足せるような設計にもなってるんですよ。あ、そうなんですね。はい、はい、火を止めて、まずはじゃあ先に、はい、先にこれで、先にね、はい、これいつもの、そうですね、いつものいいですね、はい、いやー、いただきます。いい音。うん、うん、これだけでうまいですよね、うん、もうなんならいや、今この時点で、はい、もう一玉なんで茹でとかんかったのと思ってるぐらいこれだってもう一杯いけんなって、もう一口目で思ってるからもうね、もうずいずいいっちゃう、うんうん、ね、もうそのままでいくと全部食べてしまいそうなんで、うんうん、はい、味を覚えました？覚えてったよ。覚えましたっていうか、うん、これですよ。そう、これ美味しいのが、美味しいのこれですね。これに以上美味しいならないですよ。そうそうそう。しかも昆布茶でしょ。そう、昆布茶なんですよ。こう辛なりますって。いやいや、だもうちょっと、もうちょっとほんのちょっとですよ、はい。一つまみ程度ですけどね。で混ぜてください。ぜ、いやいや。いやいや。辛なりますって。いやいや、ちゃんと混ぜてくださいね。はい、はい、ちゃんと。絶対辛なりますって。まあ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 。ほ。でさっき5倍10倍って言いましたよね。5倍、そんな美味しいなるわけないじゃないですか。なるんですって。なるんです。謎ですから。いただきましょう。はい、食べてください。感想忘れてた。喋ってくださいよ。感想忘れてた。ちょっと喋ってください。ほんまや。そう、本当にうまい時これなんですよね。で、これなんで
これねちゃんと理由あるんですよ。あのねなんていうか、うん、ちょっと最初食べた時は、はい、今思えばですけど、はい、塩の尖りみたいなのがあった気がするんですよ。ちょっと角がねあった気がするんですけど、それが全然なくなって、あのまろみのあるなんていうのか、これをうまみっていうのかな、なんかなんか上品な味わいにちょっと変わったですね。がぜん食べやすくなったというか、じゃあ前は何やったんやって、前美味しい言ってたら何やったんやぐらいがぜん美味しくなりました。そうなんですよ、これがうまみが倍増してる証拠の一つなんですよね。で、このね昆布茶に入ってるのがグルタミン酸っていううまみ成分なんです。はい、はい、でインスタントラーメンっていうのはあの動物性のイノシン酸っていうのがたくさん入ってるんですけど、はい、この植物性のうまみ成分と動物性のうまみ成分が合わさると掛け算になるんですよ。はいはい、それが5倍から10倍。いや、まあ、5倍から10倍は言い過ぎやと思いますけど、あら5倍から10倍という意味で、あの、ね、どっちかというと僕の中では別もんかな、うん、あ別のもんかもしれない。だから初めからこれが札幌一番の塩ラーメンですって出されたらこれかなと思うぐらい、うん、あなるほど、あの比べたから初めて違いが分かりますけど、はいはいはい、比べなくなかったらこれあこれこれって思って食べてますけど、はい、この角が取れた感じはないんやなって、うん、オリジナルはないんやなって感じがします。そうですそうです。ちょっとほんのちょっとですね、一つまみ程度ですけどね。で混ぜてください。はい、もう一つ、うん、まあやっぱりね札幌一番塩があったら、うん、続いてやっぱあるのは味噌ですよね。やっぱりやっぱりこれ美味しくする方法があるっていうことなんですね。そうなんですよ、これ実はほんのちょっと、もう本当にどなたでもできる、もう なかったらもうすぐコンビニに走っていただいたら手に入るものを一つまみ入れるだけでうまくなる。また昆布茶じゃないでしょうねいや2回使うね、昆布茶で2回やる表にちゃうでしょうねそんなせこいことしません、はい、はい、実はこちらでございます。インスタントコーヒーですね。なるほど、インスタントコーヒーか。そう、ね、僕これ、はい、ミスター味っ子で見ましたわあれそんなありましたっけ。ね、いやこれラーメンじゃなくてカレーなんですけど、あカレーにあの味吉陽一がカレー対決してる時にお母さんにコーヒー作っといてって言い出して、え何休憩するのみたいな、いや違うんだよこれが切り札になるんだよみたいになってカレーにドボドボドボって入れ出すっていうくだりがあるんですよそんなくだりありましたっけ。あるんですよ、僕ね、はい、あのミスター味っ子同意心棒は前回読んでるタイプなんであったんですよ。だからそういう意味で実際だから僕もカレーにコーヒー入れたことないんでわからないですけ ど、はい、なるほど、ただミスター味っ子でやってたんで、うん、何かしらそのコクだとか深みだとか、 なんかそういうものを加える能力というか効果があるんだろうなという、うん、はい、なんとなく想像はまあね、つきます。まあ、インスタントにインスタント入れるっていうのどうかなっていう、ね、思ってらっしゃる方いると思うんですけど即席中の即席、即席中の即席なんですけど、これがまたね入れると劇的に変化します。焼肉とか焼き魚が美味しいっていうのは、はい、実はこの原理を応用するんですよ。何かというか焼肉にコーヒーないですよ別に。焼肉コーヒーないんですけどね、苦味成分ですね、いわゆる焦げ、焦げが旨味なんですよ。あ焦げ、焦げ、え、ほな焼肉はやっぱ焦げてないとダメなんですか。ちょっとそう、ちょっと焦げてないと美味しくないんですよ。そうなんですね。そう、これがねメイラード反応っていう、はい、ちょっと科学的なお話なんですけど、はいはい、この焦げが美味しさを倍増させる。これがあれですね、先ほどおっしゃられてた味噌が練り込まれているという麺、はい、そうですそうです、はい、これは味噌を練り込んでますね、はい、やっぱりね人気のあるものってようできてるんですよ。なるほど、なるほど、伊達に50年やってないと。やっぱりね半世紀、あのねインスタントラーメンって、まあ、カップ麺合わせると大体年間1000種類の新商品出るんですよ。え、新商品が1000ですか。だから1日3つぐらい出るんですよ。え、そんなありましたっけ。そんな出てる、全然目に触れてませんけど。そうだから皆さんの目に触れないでなくなっていく商品のまあ多いこと、10003つって言われてて1000個出しても3つ残るかどうかなんですよ。それあの僕の後輩に、うん、ある後輩いるんですけど、はい、すごいナンパするやつがおってそのナンパするやつが、はい、あのお前ようナンパすんなって言ったら、うん、ナンパっていうのは
千打席立って三安打打てたら一塁打ですよって言ったやついたんですけど、そのそいつのナンパ理論と同じだけしか当たらない、どういうことなんですか。そう、そういうことなんですよ実は。もうそのぐらいの確率論っていうことなんですよ。で、まあじゃあまたちょっと 例によって例のところ、ね、はい、ちょっと先に、はい、ね、うん、うん、まあこれがだから本当にさっきの塩ラーメンと同じく、うん、世の中の人が初めて出会った味噌ラーメン、これですよ本当にそう、ね、この水の感じ、でもおそらくあの画面越しでもお味は分かってらっしゃると思うんですけどね、うんうん、ほんのちょっとですよこんなもん。逆にこんなもんで影響するかな。結構味噌の味強いですよ、うん、うん、分かります？なるほど、はい、コクが出た。そう、味噌に。そういうことなんです。なるほど、うん、これですよ、うん、ね、確かに、うん、おっしゃられてるように、はい、あの焦げっていうんですかね、焦げ感、うん、はい、っていうのが足されたのが分かります。で、うん、それが足されたことによって、うん、焦がし味噌みたいな、あ、雰囲気、なるほど、になる、はい、だからあの焦がし味噌の香ばしい感じが足された感じになるんですよ、うん、だからなんか味噌の奥行きが出たというか、はい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 、こうそう立体的になる、そうそうそう、立体的になる。これほんとちょっと入れただけでこんだけ変わんのやったら普通に入れた方がいいですね。そうなんですよ、うん。